近代物理学のあけぼの、その系譜。第10章、アイザック・ニュートンの生涯。その3、万有引力の法則の発見。ニュートンは夏の午後には領主屋敷から遠くない果樹園にある気に入りのリンゴの木の木陰に腰を下ろすのが好きだった。そこでゆったりと体を伸ばして、頭脳は光の問題、太陽系の問題、曲線の面積の計算法などの興味深い問題との格闘を続けるのだった。ある日、彼が木陰に座っていると、木からリンゴの実が落ちてきて、彼の足元に転がった。その瞬間、彼の研ぎ澄まされた精神は、この日常的な現象の意味を理解したのであった。リンゴが地面に落ちることは何ら新しいことではない。人間は古代から重力現象を見てきた。ニュートンの誕生した年に死去したガリレオは、リンゴのように自由に落下する物体がどのように振る舞うのかを正確に記述したのであります。しかし、ニュートンの精神は、リンゴの落下という目の前の現象だけにとどまってはいなかったのです。彼の頭脳は、直ちにリンゴから月へと移っていった。地球の引力は、木のてっぺんまで達していて、このことからリンゴが地上に落下することが説明できるのです。それでは、この同じ引力が木のてっぺんより100倍も遠くにある物体を引きつけることはないだろうか。1000倍遠くにあったらどうだろうか。月の距離では引力の大きさは一体どのぐらいになるのであろうか。そして地球はリンゴを引きつけるのと同じに月を引きつけているのだろうか。疑問は山ほどあったが、回答は一つもなかった。もし地球の重力が月にまで達していたら、なぜ月はリンゴのように地上に落ちてこないのだろうか。ニュートンは夢中になって考えたが、最後の問題については長い間満足のいく回答を見出すことはできなかった。彼は寝ても覚めてもこの問題に精神を集中し続けたのです。その間、彼は回答の得られるあの輝かしい瞬間が来るのを待ち望んだのです。そして、その回答が得られる時がついにやってきたのです。月は実際、各瞬間ごとに地球に向かって落下しているのだ。それは、実に単純な回答だった。月は地球から一定の距離を保ったままで実際に落下しているのである。ニュートンには今やその全貌が理解できるのだった。この単純な概念はガリレオや他の人々には理解できなかったのである。月は非常に速く動く投射体のようなものだ。速度が大きいので、その落下距離は地球の水平線の曲がりと同程度になっ
ている。つまり月の落ちる距離は地球の曲がり具合と一致しているのです。もしも月が各瞬間ごとに地球の方に落下していないとすると、月はその速度のため直線運動をして宇宙の遥か彼方に飛んでいってしまうだろう。これがニュートンが得られた回答なのです。彼の次の仕事は、月と同じだけ地球から離れたところにある物体は地球の引力によって1秒間にどれくらい落下するのかを計算してみることだった。地球の中心から月の中心までの距離は地球の半径の約60倍である。逆事情の法則が正しいなら、月での地球の引力は地表での引力の1÷60×60=3600分の1になるはずだとニュートンは考えたのです。リンゴは落ち始めると最初の1秒間に16フィート落下する。そのことをニュートンは考えてみたのです。もしリンゴが月の位置にあるとすれば、1秒間に16÷3600フィート落下することになるだろう。こうして彼は月が1秒間にどのくらい落下するかという数値を得たのです。この値を月の1秒間の落下の実際の数値と比較してみたら合うだろうか。早速ニュートンはこの極めて重大な計算に取り掛かった。月の地球からの距離はすでに知られていた。これを半径とすれば、月が地球の周りを描く巨大な円周の長さはたやすく計算ができた。月がこの円周上を一周するのに 27.3 分の1日かかることから、1秒間に月がこの軌道を何フィート動くかを求めることができた。最後にニュートンはこうして得た数値を使って図を描き、月は1秒間に何フィート地球の方に落ちるのかという値を得たのです。彼の理論によれば、答えは1秒間に16÷3600フィートであったが、幾何学上の推論から月の落下は毎秒14÷3600フィートという値が得られた。両者の値には少し差があるが、でも十分近い値だなと彼は思った。結局のところ、彼の計算は地球の半径としてごく大雑把な値を用いて行っていたのだった。それによりその値が不正確だったことは後になって判明した。しかし当時の彼は夢中になっていたので、結果に多少のズレがあることにはこだわることはなかった。彼は自分の計算結果を研究ノートの中に封じ込めて、16年後になるまで誰にもその存在を明かすことはなかったのです。16年後には地球の大きさについての
もっと正確な測定値に基づいた計算が行われ、ほぼ完璧な結果が得られたのである。彼は自分が万有引力の法則を発見したことはお首にも出さなかった。自分の理論に対して完全無欠な検証が示されるまでは理論は今のままである。つまり理論はあくまでも予測であり、単なる可能性に過ぎないのだ。これは今の超弦理論にも言えることなのです。彼は悠然とことを進めた。重力、光、微積分学に関する彼の独創的な考えは、完全に実を結ぶまではいずれも10年の月日を要したのである。ここでニュートンのやった論証を我々としても検証してみることにします。まず図を掲げます。この図に基づいて検証を進めていきましょう。月に外力が働かない場合を考えてみると、月は現在の速度でそのまま図の M から A までの直線運動をします。運動の第一法則、慣性の法則を適用するならばそのようになるはずです。ところが月には地球からの重力、万有引力が働くので、月は M から A まで行く間に AB だけ地球の方に落ちるのであります。こうして月は MB という軌道を描くことになります。この月の落下は地球上におけるリンゴの落下と同じ運動の第二法則に従って行われるのです。すなわち落下の加速度はそれに働く外力の大きさに比例します。この場合の外力イコール万有引力であります。しかもその万有引力の強さが地球の中心からの距離の事情に反比例するのであるならば、月の落下の加速度とリンゴの落下の加速度との比率は地球の中心から月までの距離の事情と地球の中心からリンゴまでの距離、すなわち地球の半径の事情との比に反比例するはずです。これらは求めることのできる数値であります。月の落下の加速度アルファは地球の中心から月までの距離と月が地球を回る周期から今日の値でアルファイコール0.2724センチメーター割ることのセカンドの事情となります。リンゴの加速度はよく知られている重力加速度、すなわち G イコール980センチメーターパーセカンドの事情であります。これらの両加速度の比は α 対 g イコール 0.274 対980イコール1対3600となります。一方地球の中心から月までの距離は地球の半径、地球の中心から
リンゴまでの距離の約60倍であるから、それぞれの距離の事情の比は3600:1であります。これは先に求めた α×g=1:3600とまさに反比例の関係にあります。万有引力に関するニュートンの論証はこのようにして我々も力学演習問題として検証ができたのです。この講義に対する理解度を知るためにアンケートを行います。 INU 公式サイト http://inuorg.jp からアンケートに答えてください。まず INU 受講登録をした上でアンケートに答えてください。受講登録の申し込み書およびアンケート記載は公式サイトに掲載してあります。今後 INU は YouTube 上の講義とINU コミュニティでの意見交換、講義録の配信、アンケート、この4つの機能を統一的に運用して進めていきます。受講登録したものでこの講義の講義録論文を希望する者はアンケートに自分のメールアドレス、本名、年齢、学歴、職業を記入の上、申し込みのこと、以上です。